モルヴィッツの戦い、モルヴィッツの戦い、モルヴィッツの戦い,の戦いは、オーストリア継承戦争初期の1741年4月10日に、プロイセンとオーストリアとの間で行われた、海戦である。プロイセン軍が勝利した。この戦いは、本継承戦争で一番初めに実施された、海戦であり、この戦いで、プロイセンがオーストリアを破ったことで、プロイセンが、 列強の地位に登ったことを諸外国に記しつけた。1740年12月、神聖ローマ皇帝カール6世の死去を定期として、突如主ジ寺ンに攻め込んだ、フリードリヒ大王率いるプロイセン軍は、わずか1ヶ月半の作戦でもって、グローガウ、内政の三要塞との命令国境沿い地域を除く、全主ジ寺ンの制圧に成功した。マリア・テレジアは、 大王の主霊事演を引き渡せば、味方になろうという誘いを断り、メーレンのウルミウッツニ軍を集結させて指揮官のナイペルクに速やかな反撃を命じた。大王は要塞攻略に部隊を割く一方で、自身は似合ってメーレンからの攻撃を警戒していたが、オーストリア軍の行動開始は、雪解けごとの観測を持っていたので、部隊を分散させたままだった。 ナイペルク軍は、まだ雪の深いこの時期に山地を踏破してにで、抵抗を受けずにシュ主ジ自ンに入ることに成功した。オーストリア軍の展開したフザール部隊によって、プロイセン軍の警戒部隊は同を制限されており、大王は山を越えられた後に、ナイペルク軍の行動を知った。大王は上シュレ主ジ自ンに広く展開していた、諸部隊を直ちに集結させるとともに、 内瀬とブリークの包囲部隊に撤収して本隊へ合流を図るよう命じた。大王はさらに出からの侵入を警戒していたの、部隊にも駆けつけるよう指示を送ったが、すでにグラーツからレンプルスの騎兵部隊が内瀬方面に侵入していて、命令が届かなかった。四月五日、内瀬の救援に成功したナイペルク軍はそのまま北上して、ブリークとも連絡をつけることに成功すると、今度は、 精神して、プロイセン軍と本国との連絡を完全に立つことを目指し、最終的な目標であるブレスラウの手前にある、プロイセン軍の基地へ向かった。オーストリア軍を急追するプロイセン軍は、友軍との合流を重ねて4月8日、西岸に渡り、オーラウを救うべく、ナイペルク軍との海戦を起としていた。積雪のために、両軍とも起動が迅速でなく、お互いその行動には、 時間がかかった。また四月以降、主ジエンは天候が悪化してしばしば吹雪に見舞われており、その結果両軍の騎兵石膏は共に敵を見失い、両指揮官は相手の正確な位置を把握していなかった。四月九日、ナイペルク軍はブリーク南西村に到着し、そこを中心として通過村に宿営した。ナイペルクはプロイセン軍がどのりまで近づいているのか分からず、 接近してくるにしてもまだ1日2日の余裕はあると考えていた。オーストリア軍は要塞救出を最優先して冬の山越えを行い、そのまま貧弱な補給で抗軍を続けたから兵が疲労しており、プロイセン軍の接近を受ける前に兵士に休息を与えようとナイペルクは考えた。が、実際にはプロイセン軍はすぐそこ、モルヴィッツ南東の村にいた。プロイセン軍の方でも、 雪中航軍のために兵は疲労し、敵の封鎖戦のためにオーラウと連絡をつけられず、またホルシュタインイコール、ベックとの合流に失敗するなど状況は必ずしもかんばしくなかったが、大王はオーストリア軍を攻撃する意思を固め、準備を重ねていた。4月10日、この日は前日までとは異なり、快晴となった。午前5時。 プロイセン軍は陣をたたんで、オーストリア軍を発見すれば、すぐにも海戦に突入できるように渋滞を組み、オーラウに向かった。午前10時ろ、モルビッツ南東のイドルフで、プロイセン軍前衛であるローテンブルクの騎兵部隊が、オーストリア軍の紹介騎兵と接触し、これを追い散らした。大王は、現地住民から、オーストリア軍がモルビッツに宿営しているとの通報を、受け、 海戦に持ち込むべく一路、モルヴィッツを目指した。一方のオーストリア軍はこの日を休養に当てると、定めていたのでモルヴィッツから動いておらず、のんびり昼食準備などしていたところで、プロイセン軍が接近中との報告に接して、ナイペルクは慌て自軍部隊に展開を命じたが、予期しない敵の出現に、兵士たちは激しく混乱した。ノイドルフを通過したプロイセン軍本隊は、 モルビッツに接近を開始し、大王は自軍に戦列の展開を命じた。プロイ戦軍はこの時常日頃の訓練に従って、定型通りに二重戦列を形成したが、せっかく的の戦闘準備が整っていないのに、灼子定規に戦列を設けることに関わり、また、プロイ戦軍はしばらく実戦から遠ざかっていたので、展開の際にだいぶもたついたと言われ、 その結果、オーストリア軍は完全な奇襲を受けることから、免れた。この時プロイセン軍は、右翼端を村に、左翼端を川にそれぞれ預けて前進すると定めたが、距離の目測を誤り、シューレンブルクの右翼騎兵とヘルムスドルフの間に、感覚が生じていた。一方で、第一戦列の不評が収まりきらずに溢れてしまい、戦列間のつなぎに回されもした。前者は、 致命的な結果をもたらしたが、後者は結果的にうまく採用した。午後1時ごろ、プロイセン軍は展開を完了し、モルビッツに向けて北西に攻撃前進を開始した。砲兵の前進射撃が始まると、オーストリア軍はしたたかに撃たれ、これに対して、オーストリア軍砲兵は数が少ない上に配置が混乱しており有効な反撃を行うことができなかった。 プロイセン軍戦列のうち、大王は前列右翼の指揮をとり、左翼はシュベリーンに任せ、後列はバカデサウが指揮した。大王はオーストリア軍騎兵の能力が自軍のものよりも優れていることを、これまでの小戦闘の様子から感じていたので、この戦いでは彼らの突撃の威力を削ぐために騎兵軍団のうちに敵団兵大隊を編入する、少しく変わった配置を採用した。 オーストリア軍の戦列展開は、プロイセン軍以上に手間取り、敵が前進を開始してもまだ展開を終えていなかった。の指揮するオーストリア軍左翼の騎兵軍団は一足、先に展開を完了して、命令をま、いたが、ナイペルクが中央と左翼の配置調整で、暴殺されていたため行動についての指示を得られなかった。しばらくの間、レーマー軍団は、プロイセン軍砲兵に一方的に撃たれるのを、 耐えなければならかったが、この時プロイセン軍右翼騎兵が、中央の部隊と歩調を合わせるために動きを止め、また右側面を露呈しているのを見てレーマーは、直ちの攻撃を決断した。午後1時半ごろ、レーマー騎兵軍団は一度北東に起動した後右に、急旋回し、プロイセン軍右翼に突撃した。レ電ブルクの騎兵軍団はこれを回避することも、対抗突撃を行うこともできず、 粉砕された。シューレンブルクは、オーストリア軍騎兵に、サーベルで顔を切り裂かれ、片方の眼球が、眼下からこぼれてぶら下がった。シューレンブルクは、なお戦闘を続行したが間もなく、頭を撃たれて戦した。オーストリア軍騎兵はそのままプロイセン軍騎兵を、追い立て、あるいは、不評戦列に突撃した。不評戦列の前に出ていたプロイセン軍砲兵は、 騎兵に襲われて戦死する家報を放棄するしかなかった。大王は右翼軍団中のビンターフェルト的団兵大隊にあって騎兵に統率を取り戻そうとし中隊単位で再編成した騎兵を次々と送り出したが夜景死に水だった。プロイセン軍騎兵は敗走し一部は自軍最翼まで逃げ回った。オーストリア軍騎兵は引き続いてプロイセン軍不評戦列に殺到した。 左翼からシュベリーンが駆けつけた時、プロイセン軍右翼は、ひどい混乱に襲われていた。オーストリア軍機兵が、プロイセン軍不評戦列の周りを縦横に、走り回って、隙を探っており、不評部隊はカッに発砲して、敵を寄せつけまいと懸命になっていた。大王のすぐ目の前で王族の一人、ブランデンブルクイコールシュベート辺境白フリードリヒが、 王団の直撃を受けて首から上を吹き飛ばれた。シュベリーンは、海戦の敗北はいくらでも取り返しがつくが、王の生死は王冠の問題だからといって戦場からの退避を進めた。大王は一度は拒否したが、また、不評戦列に対して突撃が行われ、これを退けたものの、いつまで持つものか鼻だ怪しいように思われた。シュベリーンは、再度大王に避難を求め、 諸将もこれに同調した。午後四時頃、大王は、シュベリーンに指揮を預けて、戦場を離脱した。シュベリーンは、大王を避難させた後、自軍不評が依然として健在であることに気づいた。プロイセン軍不評は、オーストリア軍騎兵の突撃をことごとく跳ね返し、その度に大損害を与えていた。オーストリア軍騎兵は、不評戦列の正面と言わず、側面と言わず襲撃し、 一度などは、第二戦列の後方にまで回り込んで攻撃したが、成果を得なかった。二列の戦列間に突入しよういう試みは側面を塞ぐ二個大隊によって阻止された。シュベリーンは、改めて右翼不評部隊に交代一斉射撃による、オーストリア軍機兵への攻撃を命じた。この頃レーマーはすでに、プロイセン流機兵の銃弾を受けて戦死しており、 プロイセン軍の火力による攻撃が活発になると、オーストリア軍騎兵は試算した。同じ頃に、レーマー軍団援護のために遅ればせながら、前進してきたゲルデューの左翼第一不評戦列が、プロイセン軍病と交戦に入ったが、その動きはひどく緩慢で、プロイセン軍の活動が活発であるとわかるとすぐに、尻込みし、ゲルデューが戦死すると元の位置に交代した。 敵の攻撃を撃退したプロイセン軍では、ある将軍がシュベリーンに、どっちの方向に撤退するのかと尋ねると、シュベリーンは、敵兵のカバネを超えてと答え、多くの損害を出した、右翼隊列の再編成を行わせて、オーストリア軍本体に対し再び攻撃前進を試みた。プロイセン軍の接近に驚いたナイペルクは、戻ることのできた左翼のレーマー軍団の残余と、 右翼ベルリヒンゲンの騎兵軍団に、プロイセン軍不評を攻撃させようとしたが、左翼騎兵は、プロイセン軍砲兵の砲撃によって追い返され、右翼のベルリヒンゲンは、プロイセン軍左翼のポサドフスキーの騎軍団に阻止された。ベルリヒンゲンは自ら敵に突撃することで騎兵を戦わせようとしたが、誰も追随しなかったので、怒り、勝手に交代しようとする、部下数人を切った。 ナイペルクは、この漢字軍の不評に何度も前進を命じていたが、彼らは、プロイセン軍不評が、シシ類類の戦場を一し乱れぬ行軍で前進して、来るのに恐れをなして、命令を拒否した。プロイセン軍の素早い砲撃を受けると、オーストリア軍の戦列は動揺し、ついで射撃戦に入ると、優勢なプロイセン軍の火力に直面した。この時、オーストリア軍不評は2回目の聖射を終えるか、 追えないかのうちに、プロイセン軍不評から護聖者受けたとされ、少しでもその速さに追いつくために、彼らは、弾の突き固め動作なしで発砲した、当然のことながら発射された弾は威力を持たなかった。敵の射撃に圧倒されたオーストリア軍の兵士たちは、戦意を失って、列を乱し、強行状態に陥った新兵が互いに誰かの、後ろに隠れようとするで応隊が、渋滞になり、 さらにそこから逃亡するものが相次いだ。午後7時半ごろ、戦列の崩壊していく様子を見て、もはや軍を維持できないと観念したナイペルクは、全軍撤退を命じた。すでに火が落ちていたため、オーストリア軍は大規模な追撃を受けることは避けれた。海戦敗北後、ナイペルク軍は内政まで撤退するが、この時、遅れて、フランケンシュタインからやってきた、ホルシュタインイコール。 ベックの部隊がちょうどナイペルク軍のすぐ西を通り過ぎるところだった。ナイペルクは危うく攻撃を受けるところであったが、ホルシュタインイコールベックはナイペルクに気づかずにそのまま北上したのでこれを免れた。一方この頃、戦場を離脱した大王はナイ川東岸に渡り、夜中にオッペルンに到着して、そこに避難しようとした。ところが、 オッペルンはすでにバラニアイの文献隊によって占拠されていて町に開門を求めたところ門の内側から発砲され慌ててそこから逃れた結局大王は村に潜んでいったところシュベリーンが派遣した将校が彼を探し出してくれて自軍の勝利を知ったこの戦いはプロイセン軍と大王に多くの教訓を残した大王は後にこの戦いは 私と私の軍にとっての学校であったと書いた。大王は以後、勝敗が明らかになるまでは決して戦場から去らぬと決心し、事実そのようにした。大王は主君者であるシュベリーンを、自分を戦場から排除しようとしたと言って非難した。一方で、この戦いにおいて、私とナイペルク元帥と、どちらがより多くの過ちを犯したというのは難しい、ことを認めた。 大王は明らかになった軍の問題点の改善に戦争中から精力的に取り組んだ。父は私にまずい騎兵を残したと後に大王は書いた。当時のプロイセン軍騎兵はフリードリ・ヒビルヘルム一世の好みに応じて大型馬を盛んに用いていたが彼らは動きが遅くすぐ体力を消耗した。乗り手の方も大柄なものが多い上に馬術よりも 不評の教練によく通じているような状態で、教練の内容についても不評に比して、その訓練、戦法は、旧来のものから進歩していなかった。対して、オーストリア軍は、タイトル戸戦によって鍛えられた優秀な騎兵を、数多く抱えており、その違いがこの戦いで明らかになった。またこの戦いでは、オーストリア軍は、全軍の約半数を騎兵が占めるという異例の編成に、 なっていた。これはハンガリーからの不評部隊の転身が間に合わなかったからであるが、比べて、プロイセン軍は全軍のうち規兵の占める割合は2割程度であり、これが当時の平均的割合であったが、このため騎兵については、数の上でもオーストリア軍がプロイセン軍に対して優勢であった。一方で不評については、プロイセン軍の方が圧倒的に優れていた。 規律も訓練も行き届いており、そのために、レーマーが5度にわたる突撃を観行しながら、プロイセン軍は持ちこたえることができた。モルヴィッツの戦いにおいて、プロイセン軍は、河川の威力を最高度に発揮し、次来れを凌駕する業績が現れなかったと、クラウゼヴィッツは評した。大王は、プロイセン軍不評の規律と連動を称賛し、その優秀さを改めて認識した。 オーストリア軍の将校は、プロイセン軍不評の戦闘の様子を強力に印象づけられ、様々に書き残した。彼らは、素晴らしい戦列で一歩一歩進んできた。砲兵は、砲弾と三弾を簡単なく、うち、一度マスケットの射程内に入ると射撃は、一瞬も止まらない。私は、このような、ズバ抜けたのを見たことがない。彼らは全く素晴らしい統制で、異型のごとくまっすぐに、 越平更新であるかのように更新した。日光に輝いていた彼らの武器は見事な効果を発揮し、彼らの射撃は終わらない雷鳴の響きであった。対するオーストリア軍の不評はスペイン、継承戦争時代からあまり進歩せず、核連隊の協連の仕方に統一はなく、装備の面でもプロイセン軍不評が鉄製の作成を採用していたのに対し、 オーストリア軍のものは依然木星だった。当時プロイセン軍は、オーストリア軍が3発撃つ間に5発撃つと言われ、ただでさえ大きく見劣りしていたのに、この時のオーストリア軍不評の、核連隊は、戦が始まってから急遽かき集めた新兵を多分に、含んでいたからなおさらであった。この戦いにおける、オーストリア軍不評の火力発揮は、当時の全ヨーロッパで最も貧弱であったとされる。 不評については、オーストリアの解決すべき重要な課題となった。モルビッツの戦いの後、オーストリア軍は内政党の確保には成功したが、プロイセン軍がブリークを攻略するのを妨害できなかった。大王はブリーク攻撃の最中から、自軍機兵にもう訓練を課して、その改善に努めた。この戦いは、軍事的には、両軍の損害は互角か、むしろ、 プロイセン軍の方が多かったので、プロイセンの心象というところだが、政治的には大きな効果があった。この勝利によって諸国はプロイセンを有力な国家で、あると認め、オーストリアと継争していた各国の施設が先を争って、大王の陣地を訪れた。その結果、プロイセンは、フランス・トバイエルン選定校、カール・アルブレヒトの皇帝即位について合意に達し、 合わせて15年の同盟を結んだ。もっとも、大王には、フランスやバイエルンを助ける気は、さらさらなく、主礼支援を得た上は、早々にオーストリアと講和したいと考えていた。しかし、イギリスのオーストリアに対する援助が期待されていたので、マリア・テレジアの徹底抗戦の態度はしばらく、変わらなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。